はい、どうも、赤侍です。龍学特セブン初見プレイ実況続きでございます。ですね、今回は、今回からか、チームメイトに、新たな、メンバー、4人目のメンバーが入りまして、これはサイコが入りました。これ、ね、今回から、3マンセルから4マンセルになりました。で、どういう能力なのかちょっとね、どっか、都合のいい人間落ちてないかなと思ったら落ちてました。なんだ？筋肉は年上に敬意を払うか。やるぞ。お前サンドイッチも大丈夫か？俺の番ね。2人いる。かかってこいよ。バックで、おバックとキリ。俺の番だな。ほら、ほら、来いよ。俺の番か。防御してんだから。やるぞ。なめんなよ。行くぞ。なかなかえぐいこと、なかなかえぐいよこいつら。おい来た。やる気あるの？かかってこっか。してみろ。タイム。よし、してみろ。行くぞ。かかってこいよ。なかなかだね。どうしたんだよ。やばいやばいやばい、これなかなかだな、なかなかだな。極め技なんかあるのか。あ、もうすげえ、ハンドバックブロー。うわお。なかなか強いよ。あ、いいな。あー、なるほどね、なかなか、なかなかな能力だね。戦闘能力高いから、まあ割といいよ。いい女なんだよな。で、目的はなんか、なんだっけ、なんか行くんだよな。あ、信号がある、よしよし。あー、でも行けないか。逆に向こうの信号行くしかないのか。何が面倒ってさ、この辺で喧嘩になってもさ、武器がいろいろとあるからまあまあね、うん、あれだね、ぶつけまくってんじゃねえか後ろ。これはカットだね。うん、何見てんだよ。また強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。いいね、レベルアップタイミングが最高ですよ。これさ、一人称視点でさ、あ、みんなこ、みんなそっぽ向くのな。で、信号が変われば、待ちますか。向こうからなんか、横断歩道を挟んで喧嘩になることないやろさ、全然問題ないんだけど。そう、現在、収録日時は4月の22日の夜でございます。はい。ちょっと変わった。OK、喧嘩だ。やばいやばい、あ、信号変わって、信号変わって、急げ。おお、来ない。プラチナで、24時間営業なんだけど、閉まってる。なんかやばそうな雰囲気とかもんな。助けてください。あ、なんだ。ん、おらおら、さっさと金出せ。しょうもないチンピラってなんだよ。まったくしょうがねえや、やからだな。胸くそで助けてやるか。おい、てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。おう、ああ、
だお前は。モブだな。はあ、来てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですよね。誰？え？バイトヒーロー .com。サブストーリーか。なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先に痛ぶってやるよ。よし、いいだろう、かかってこい。後悔すんなよ。あっちのチームが私の番ね。じゃあ、邪魔なよ。やってやるぞ。おい、来た。バイトヒーローのことってなんだ？ランクアップ早いな、やっぱり。ランクがやっぱ初期から低いから、ね、上がるのも多分早いんだろう。伸びてるじゃん。ありがとうございました。はい。さすがバイトヒーロー .com さん。頼りになるな。何の話ですか？だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。違うんですか？違います。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。お前か。ん？ははこいつが依頼があった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。お前が最悪だぞ。いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけてすぐに話を聞いてねえのにあげますからね。死ねえこのクソチッピラが。まさかの連戦ですか。ジャスティス、謎の男。ジャスティスじゃないんだよ。俺の番だな。オッケー、わかった。容赦だけいきまーす。おっしゃ、行こう。お、増えた。裏剣蹴り、とどめだ。ドロップキック。おお、そっか、4人になったから技が1人増えてるのか。おら、硬い。硬いね。おい、来た。ワードクラッシュ、とっておき。行けよ。割と硬いな、こいつ。よし、行くぞ。とっておきだ。大丈夫、あれか。いやー、まったく話も聞かないのに喧嘩吹っかけるからこうなってんだよ。なんだこのチンピラ、強い。話を聞かないのが悪い。だからチンピラじゃねえって。まあチンピラみたいなもんだけど。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた、どういうことですか。話は聞かないのが悪い。カクカクシカジカですよ。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。取れよそのヘルメット。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。ダグ、
何なんだよあんた。本当だよ、何なんだお前。申し遅れました。私ヒローと申します。だからヒーローなんだな。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。まあそうだろうなと思ったよ、しょうもねえ。でさっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。その説明がないから困ってんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。デリバリーヘルプ的な。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたらこちらでアルバイト登録しているスタッフ通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まんまあれじゃん、デリバリーヘルプじゃん。派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。まあ仕事があるわけだ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは悪党撃退サービスも受け負っているということなんです。悪党撃退サービス。悪党撃退サービス。先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。はあ。人町は異常に治安の悪いどん底の町ですから、まあ そうだね。そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。単に言い合わせただけなんだ。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。無償ね。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。うん、じゃ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー。俺もここで人助けしろってことが。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、あまり弱くないんだな。その反面依頼をこなす側バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて。まあそうでしょうね。現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。確かに一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件を裁ききれない。だから俺に手伝えと。報酬は。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。まあ、もともと勇者になりたかった人間だからな。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし人助けにもなる。いかがでしょう、この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。そのヘルメットかぶ脱げよまず。悪い話なさそうだな。金にも何見てるし少し手伝ってみるか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。活動資金になるわな。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。はい。バイトクエストでは受託した依頼をこなすことで報酬としてお金アイテムを入手できます。依頼は進行状況に応じて自動的に受託すれば。ああ自動なんだ。バイトクエストから確認可能です。へえ。サポートは指定されたものを納品する調達依頼等があります。レスキューは、指定された町の敵を倒す討伐依頼等があります。条件達成後にコンビニ等にいる、窓口に報告すると、クリアできます。実際に襲われている人を助けたり緊急な納品依頼案件は窓口に報告しなくても依頼を管理する人物に直接アクセスすると、アクセスし進行すると依頼クリアとなります。へえ。
あ、だから会員ポイント、なるほどね。ヒーローランクが上がり、得点として特別なアイテムや属性がキング増えます。なるほどね。あー、じゃああれか、要はサブクエストみたいなもんだよな。サブクエストの中のサブクエストじゃん。それでは町の平和を頼みますよ。はい、わかりました。頑張ります、バイトヒーロー .com。 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。なんか猫ちゃんいない？後ろ猫ちゃん2匹いない？ねえねえ、猫ちゃんがいたよ今。はい、ということで、バイトクエストについて、依頼に応じて街で起こっている事件を解決しましょう。はい、新物サーチ1000円稼ぎ、あ、すごい、だんだんなんか稼いでってるよ。どんな映画？どうした？何年か前に見た映画のタイトルがどうしても思い出せねえんだ。感動系の映画でもう一回見たいんだ。何だったかな。ボーイミーツガールな映画で、うん、君の、いや、俺の膵臓が叫びたがってるんだみたいなタイトルなんだが。なんだそれ、主人公の内臓大丈夫か？おじさんが断酒する映画なの？いや、もっと爽やかな青春を描いてた映画なんだが。まあ今度そんな感じの見つけたら教えてやるよ。俺の胃袋がもたれているんだ。だけだ。胃もたれの映画じゃねえよ。こりゃ思い出せそうにないわね。ガンガンいけるぜ。これ君の膵臓を食べたいじゃなかった？はい、ということでどうしよっか。時間も中途半端だしな。もうごめんよ。ちょっとこの先イベントやる前に、あ、イベントのかな。だよ。いいよ、シューマン。お前。ギリギリってとこか。もうボコボコにされた。だからとりあえず回復しよう。いけるじゃん。やるわね。とりあえず SP 回復したいけどさ、 SP がね、バイトクエスト、あ、報告官の、あ、報告でしょっか。イベント行くか。とりあえずここが前回言ってた、明らかに悪そうな人たちばっかりだな。中華街の裏側ってこんな感じなんだろうか。いや、そんなことない。いや、わからんよ。ああ。こりゃ、想像していたのとは随分違うな。横浜っていいや、もっと華やかなさ、中華街みてえな。おう、一番。バカ。なんでいきなり。ここじゃ避けても中華街の話はすんじゃねえ。お前の中華街は駅の向こう側に観光地だ。でも昔そこからあぶれて追い出されたのが今この辺にいる連中なんだよ。シマール姿ってことか。ヤクザかよ。まあ似たようなもんかな。戦後ここからの中国人らが食うや食わずでいるとき、すぐそばの中華街だけはきらびやかに繁盛してたわけだ。そんな同胞の姿を見せられたら強引にでも明け前に上げつきたくもなる。だが受け入れればしなかった。その時のことで今でも反品流氓は恨みこ恨み骨髄でね。そうだったのか。ここにいる奴らは中華が追われた一派の子孫。あー、なるほどな。島争いに敗れたと言って今更帰る気にもなければ行くあてもない。下手に刺激には反品流氓だけじゃねえ、普通の住民だって無事切れてくるぞ。わかった。下に注意して聞き目をするよ。いいか、ここは反品流氓のホームだ。俺たちが馬淵をとつくまでしていることは悟られるな。警戒されないように最初は世間話から始めるんだ。会話の流れで自然とマムチの居場所を聞き出す。いいな。分かった。オッケー。ということで一旦ここでパートを切りましょうか。次回は、この続きからやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。概要欄にこの実況リストも載ってますのでチェックよろしくお願いします。
では次の動画でお会いしましょう。さよなら。